セドリック・アドリアン・ピオリーンは、フランス・ヌイーシュル・セーヌ出身の男子プロテニス選手。1993年全米オープンと1997年ウィンブルドン選手権、準優勝がある。シングルス自己最高ランキングは5位。ATP ツアーで、シングルス5勝、ダブルス1勝を挙げた。身長187センチメートル、体重79キログラム、右利き。 フランス語の読みにより近い、ピオリーヌという表記も多く見られる。プレースタイルはオールラウンダー。ピオリーヌは16歳という非常に遅い年齢からテニスを始めたが、極めて高い運動能力の持ち主だった。1989年に20歳でプロ入りし、1991年に世界ランキングトップ50位以内に入る。1993年ウィンブルドン選手権で、 初のベスト8に入り、同年の全米オープンで第15シードから決勝進出を果たす。この大会で、ピオリーンは4回戦で、第1シードのジムクーリエを7から5、6から7、6から4、6から4で破る波乱を演じたが、決勝でピート3プラスに4から6、4から6、3から6のストレートで完敗した。この年は、男子ツアーで5度の準優勝があり、 初めて世界ランキングトップ10入りを果たしている。1995年ウィンブルドン選手権で2年ぶり2度目のベスト8に入ったが、準々決勝でボリスベッカーに3から6、1から6、7から6、7から6、7から,7から9で赤敗した。2セット選手されてから、第3、第4セットのタイブレークを練習して、 最終第5セットに持ち込んだが、フランス人挑戦者の執念は実らなかった。1996年3月、ピオリーンはようやくコッペンハーゲンオープンで待望のツアー初優勝を実現させた。1997年ウィンブルドン選手権で4年ぶり2度目の4大大,大会決勝進出を果たした。ピオリーンは準決勝で1991年の優勝者。 ミハエルシュティヒを6から7、6から2、6から1、5から7、6から4のフルセットで破っている。シュティヒはこの大会を最後に現役を引退した。しかし決勝ではまたもや、ピート3プラスに4から6、2から6、4から6のストレートで破れ、4大大会で2度目の準優勝に終わった。百九十八年は、地元の全仏オープンで初のベスト四に進出したが、 準決勝でアレックス・コレッチャに3から6、4から6、2から6で敗れた。ウィンブルドン選手権では1999年にもベスト8に進出し、1993年、1995年、1997年、1999年と2年を機に準々決勝春でを果たしている。2000年にツアーで年間2勝を挙げた。 ピオリーンの現役生活を通じて、3プラスには極端に苦手意識が強く、9度の対戦で一度も勝てなかった。2002年のシーズンを最後に現役を引退し、35歳以上の現役引退選手を対象とする ATP、チャンピオンズツアーに参戦した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。1997年ウィンブルドン2回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。